ぼみとさとみの今夜もつやつや。今日バスに乗ったんですよ。はい。そしたらね、うん、雨だったから混んでたんですね。はいはい。で、隣の席の若い女の子が、なんかぶつかったんですよ、私に。はい。うん、で、そしたら彼女はね、私の方を見て、あっ!って言ったんですよ。うん。そして普通、あ、すいませんとか、あ、ごめんなさいとかね、言うじゃないですか。言う。え、あ、なんか何もなかったってこと、うん、ないんですよ。あ、って終わり？そうなんです。面白いなと思って。今の人ってそういう感じなんですかね。でも言われてみるとちょっと思い当たるかも。ほら、街の中とか歩いてて、荷物が時々ボンってぶつかってくる人っているじゃない。ああ、そうですね、うん。でも気がついてないわけじゃなくて、こっちチラッと来るんだけど、でもそのまま行ってしまう人っていないですか？ああ、いるかも。ねえ。うん。そうだ。そう。そんな時。そうなんですね。思う？どうして？ねえ、とかね、思いますよね。そう、私はね、よく思うのは、この人社会にいるから苦労するだろうなとか、会社でもこういう人なんだろうなとかって思っちゃうな。ああ、そうなんですね。そういう風に考える。今話しててちょっと思い出したんですけど、昔ね、私自分で歩いてた時に、自転車にぶつけられたことがあるのね。で、その自転車は親子が別々の自転車に乗ってて、最初にお父さんがシュッと行ったんですね。後ろから来た子供が私にぶつかったわけ。そして、私、すごい、もう転んでしまって、子供も転んだんだけど、子供はさ、ほら、身があるだからさ、ちょっと立ち上がったわけよ。でも私もすっごい足痛くて、もう痛いと思ってて、足見たら血がダラダラ出てるわけ。立ち上がった子供も私の方チラッと見てるんだけど、先に行ったお父さんが3メートルぐらい先に止まってこっちを見てて、お父さんもじっと見てるわけ、私たちのことをね。何それ。走って寄ってきますよね、慌てて。でしょ、うん、そう。でも子供は、父さんの方に自転車を押して行っちゃったんですよ。そしたら、なんと、二人でそのまま逃げるように行っちゃったのよ。だよね。なんか子供はね、怖くなってっていうか、あ、どうしようと思ってお父さんのそば行くっていうのはすごくよくわかりますよ。そうよね。でもお父さんなんで行っちゃうの？そう、その時さすがに、親でしょ？どういうこと？って私も思ったよ。でももうほんと痛くて立ち上がれなかったので、骨折れたって思ったぐらい痛かったから。目撃者はいなかったんですか？いたよ、周りの人もっていう顔で見てた。まあね、そういう大人に育てられた子供はさ、てんってことですよ。ねえ、どうなっちゃうんでしょうね。心配ですよね。ねえ。だって今だといろいろすごいじゃないですか、損害賠償とか。そうそうそう。昔はね、そういうのもあんまり見たくなかったからね。そうですよね、今だったら私今ちょっとって言ったかもしれない。確かに。あ、そういえばまたさとみさん事故の話ですね。事故が多いですねって私前に言ったことがある。そうだね、まあ、これも事故だよね、また事故だもんね。そうだよね、本当事故の多い人生だわ。気をつけなきゃ。ちょっと前置きが非常に長くなりましたが、今日もスタートしたいと思います。はい、この番組はFM88.7MHz、 携帯アプリではレディモ、インターネットでサイマルラジオの JCBA からでもご視聴いただけます。さて、8月になりましたけど。はい、なりましたね。夏といえばお祭りですね。お祭りですね。ね、今年はね、川越祭りもやるみたいですよね、今週末。そうね、予定してますよね。
このラジオが放送する時にはもう終わってる感じかってことなんですけどね。そうですね。開催できるといいですね。うんうん、開催する予定の祭りも結構あるみたいですね。あ、そうよね。あるそう、うん。うん。東北の祭りの話とかしましたよね。あー、したした。なんか、うん、したした。まあ、車で回ってたとか言ってましたよね。お祭りをずっとね。そう、昔ね、東北のお祭りが見たくて、点、う、々、ん、と、うん、うん、回ったことありますね。ただ、秋田県の、竿燈祭りだけはね、日程が合わなくて行けなかったんですよね。あー、なんか言ってましたよね。その竿燈祭り、今年は開催予定らしいですね。あ、そうなんだ。おー、うん、ぜひ、行ってみたらどうでしょう。そうね、まあ、時間があればね、行きたいんだけどね。竿燈祭り、すごい昔から実はあるらしいよね。うんそんなに古いお祭りなんですか。そうそう。確かね、1700年後半 ?780 何年か。もうその頃にはもうあったらしいですよ。すごーい。すごいよね。そう。こう、いっぱい提灯をぶら下げたのを見るじゃないですか。あ、でも、50キロ以上あるらしくて。高さもあるのに、うん、それ以上に重さを感じる。はずですよね。そうそうそう。ね、すごいと思う。うん、もうぜひ見たいです。青森のねぶたもやるって、ネットで見ましたよ。ああ、そうなんですか。うん。やっぱり3年ぶりらしくって、毎年ね、こう、青森のねぶた美人コンテストみたいなのやってるらしくてね。ほう。うん。で、今年は、なんと台湾出身の女性が、外国人初のミスねぶたグランプリになったそう。ああそうなんですか、うん、もう日本のね風物詩のような感じですけど、ね、なんかね日本の文化を発信するには外国人の目線で見た青森を発信してくれる方がいいのかもしれないですね。ねそういう目線っていうのはまた大切だよね。日本人だと当たり前すぎて気がつかないこととかもあるじゃない、うんうん、確かに、ねうん、で去年これ言ったかもしれない。もう一つ私行きたいお祭りがあるって言ってたんですけど、覚えてないな。覚えてないよね。覚えてない。朝まで踊り続けるっていう、盆踊り踊るっていう、さ、岐阜県の文治八幡っていうところのお祭りがある。朝まで、なんかディスコとかみたいですね。ね朝まで踊り続けるってね。あ、クラブですか。今はね、そういう風に言うかもしれない。そう、7月半ばから9月の上旬まで、30何日間か踊り続けるらしいですよ。そんなに？すごいよね。日本一長い踊りって言われてるらしくて。24時間っていうわけじゃないんだよ。で、他でも、そのお盆の4日間は、徹夜踊りって言って、夜が明ける、夜が明けるまで、踊るんですって。へぇー、私なんて30分で疲れちゃうけど。いや、疲れるよ。そんなに。ねぇ、踊れるのかしら。で、なんかこう、盆踊りってさ、子供よりも大人ばっかりっていうイメージがないですか？うん、ああ、そうですね、うん。でも、なんかね、小さい頃はね、うん、公民館に練習に行きましたよ。あ、そうですね。踊りの練習。そう、昔はさ、大人も子供も踊ってたのね。うん。ねえ。でも最近は若い子あんまり踊らないじゃない？そうですね、そうですね。うん、浴衣着た婦人会の人かなんかが、踊るっていう感じですよね。イメージはそうだよね。うん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 、でもこの郡上八幡の盆踊りって、もう圧倒的に若い人が多いんですって。信じられない。そうなんですか。うんうん、こう、田舎から、あ、田舎じゃない、地方に出てってた人が、もう田舎に帰ってきて、うん、で、踊り続けるっていうのが、風習があるらしいよ。行ってみたいですね。ね私もすごい行ってみたいなと思って。うん、ところで、東京や関東では、今年も中止になったお祭りがすごく多いみたいですよね。そうですよね。うん、大きいお祭りでは、東京高円寺阿波踊り、いやー、隅田川花火大会も中止みたいですね。都会は人が多いからね。仕方ないですかね。ねえ、残念だけど。うーん。まあ、でも、こう、縮小したりとか、
て、まあ、開催するっていうのもあるみたいで、浅草のサンバカーニバルとかね。おー、うん、あと、よさこい、東京よさこいとか、新宿のエイスターとか、あと、神宮の花火大会も一応開催予定らしいです、そうなんですか。隅田川花火大会は中止だけど、神宮は開催なんですね。ね、今んとこそういうみたいですね。でね、実はこの浅草のサンバカーニバルで、私昔面白いことがあって、話したかな、これも。いや、多分聞いてないと思うんですけど。そうか、これね、すごい面白かったんだけど、サンバの衣装ってね、うん、セクシーですよね。そうそうそう、めっちゃセクシーじゃん。それにまつわる話なんだけどね。前に見に行った時に、一番前で見てたんですね。はいはい。隣に年配のご夫婦がいらっしゃって。うん、で、ところがその二人で全然会話もないし、背中をこう丸めて、じーっとしてるから、何が楽しいんだろうって。一緒にいた友達と話してたんですよ。そしたら途中でおばあちゃんがいなくなって、うん、だから、ああ、つまんないんだろうなと思ってね。そう思っていたら、突然よ、突然、隣にいたじーっとしてたおじいちゃんがシャキーンって別人のようになってカメラを構えたんですね。で、目の前にセクシーなさ、サンバのお姉さんが水着姿で通るじゃない？そしたらもう前のめりになって写真をカシャカシャカシャって写し出して、もう私びっくりよ。で、こうほら前に出ないでくださいってこうアルバイトの人とかがいるじゃない。そのお兄さんたちに止められてたよ、おじいさん。あ、そう。私ね、おばあさんがいなくなってからって言ったので、てっきりオチは、そのおばあさんが着替えて、サンバの姿で出てきたのかと思った。それも面白い。うん、それでおじいちゃんがシャキーンとして取り出したのかなって思ったら、そうではないですね。それすっごい面白いじゃないですか。うん、なんかタイミングよくいなくなったから。よし、じゃあ次は私の番だっていなくなったのかと思った。めっちゃいいですね。なんか違うんですね。今度それもやってほしいな。そのおばあちゃんは結局いなくなっちゃったの？うん、他人だったの？いやいやいや、他人じゃないよ。でも戻ってこなかったよ。あ、そう。うん。あ、そうなんだ。もう周りの人もびっくりして、ね、おじいちゃんのその姿に。周りの人も笑ってるわけ、大爆笑してるわけ。へえ、でもおじいちゃんにすごかったんだ。すごかったよ、だって。みんな気づくほど。うん、おじいちゃんもどんどん前行っちゃうから、水着のお姉さんすぐそば行っちゃうから。で、何回も止められるけど、何回も行っちゃうわけよ。ああ、夢中になって。夢中になって。もうぜひ今年浅草サンバカーニバル行ってみてください。いくつになっても男性は水着姿の女性が好きなんですね。ねえ。ねえ、おばあちゃんどこ行っちゃったんだろう。ですね。帰っちゃったのかな。わからない。はい、ということでね、今日はね、一曲目、はい、サンバのように楽しくなれると思う歌を用意しました。はい。ジンギスカンでしたね。はい。ジンギスカンね、大好きでした。あ、そう。なんか、うん、ディスコで踊りましたよね。ディスコってこんな曲かかってたっけ？かかってたと思う。覚えてんの？あと、学園祭とか。あ、そうなんだ。まあ、確かにすごい楽しい曲ですよね、これね。そうそうそう、ね。はい、後半ですね。はい、いただいていたコメントを少し紹介したいと思います。はい、おなじみのラジオネームココさんからです。はーい、いつもありがとうございます。カイコを育てている農家さんはカイコ様と言って大事にしてるのよね。さとみさん、思いがけないカイコ様との出会い、笑う。カイコ様って言うんだ。知らなかった、ね。知らなかった、私も。今、調べましたよ。読んでみますね。カイコの餌となる桑の葉が収穫できるのは5月から10月まで。カイコ農家、新鮮な葉をカイコに与え続け、大切に育てます。
蚕の幼虫は足の力がとても弱く、木にしっかりと捕まることもできなければ、餌となる葉を探して長距離を移動することもできません。蚕農家が木に何度も、桑の葉を与え、繁殖の手伝いや繭を作る手伝いをしてあげなければ、一日も生きることができない弱い生き物なのです。仮に成虫になって羽が退化しているため、飛ぶことすら叶いません。だからこそ、昔から蚕農家は蚕のことを大切に育てて、お蚕さん、あるいはお蚕様と呼び、大切に育てました。とのことですよ。そうなんですね。へぇー。なんか昔、桑の葉たくさんありましたよ。どこに？うちの近所に。あ、そうなんだ。うん、やっぱ、所沢でも蚕育ててる家が多かったんだと思います。ああ。なんかね、学校でも育てたような気がします。ああ、なんかやってそうな気はするね。私のすごい仲のいい友達がね、自宅で旗織りを教えてるんですね。で、彼女は昔、東京のこう端っこの方のね、蚕農家さんまで通って、はい、蚕を育ててっていうところから、全部やって、で、順番に、こう、ほら、糸を紡ぐところで糸を染める、そして一つの作品を作るっていうところまでやったそうよ。信じられない。そうなのよ。蚕の丘さんじゃないのに。そうなのよ。しかも彼女はアメリカ暮らしが長かったからね。そんなことやるなんてって私もすごい面白くて。で、彼女のトークって英語と日本語がちゃんぽしてるのね。ああ、長くもう向こうにいるから。そうなの、そうなの。そんな人が旗折りをやってるんだよ。面白くない？面白いですよね。もう超日本の旗折りをね。そうなの。かなり時間もかかりそうですよね。なんか忍耐力が必要そうな気がしますね。そうそう。こう作るものにもよるらしいんですけど、やっぱり集中力とかね、器用な人は、一日でもできちゃう人もいるらしいけど、ほとんどの人はやっぱり2、3日はかかるって言ってた。すごい個性があって素敵だよ、どれも。今はね、化学繊維って安いものが売られているからね、手作りは金額も高いし、完成まで時間がかかって大変だけど、本物手に取るとやっぱり素晴らしい質感ありますよね。そう。はい。はい。では、次のコメント紹介します。はい、お願いします。ラジオネーム、シェリー・メイ・ダフィー・ラブさん。つぼみさん、さとみさんのトークの時の語尾の感じが色っぽくいいなぁ。その感じが好きです。ありがとうございます。どうよ。色っぽいって語尾が。色っぽいですか？嬉しいなぁ。このコメントね、さっきちょっと見させていただいたから、私ね、先週のラジオの音源聞き直してみたんですよ。あらま、どうでした？いや、全然わかんなかった。あれー、なんだがっかり。そう、いや、少なくとも、私はね、大声でゲラ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 笑ってばっかりいるんですね。だから、全然色っぽくないんですよ。あら、じゃあ私はどうかしら。そう。だからね、きっとね、シェリー・メイ・ダフィー・ラブさんは優しいから、2人の名前を書いてくださっているけれども、きっとこれは、つぼみさんのこと言ってるんだなって思ったよ。いやー、それはないと思いますね。いえ、本当ですよ。うん。いや、でもね、私も声は褒められたことは何回かはあるのよ。そうでしょう。でもね、色っぽいっていう理由ではないんですね。やっぱり色っぽいのは、つぼみさんに軍配が上がったということで、おめでとうございます。あら、ありがとうございます。どうかしら。はい、いいと思います。では、今日の2曲目、もちろん色っぽい曲で、どうぞ。はい、サザンオールスターズ。涙の海で抱かれたい。Sea of Love。 はい、めっちゃ色っぽい声で紹介していただきました。はい、
海の曲で思い出すことがあって、昔ね、沖縄の那覇港から石垣港に船で渡ったことがあるんですね、はい、うんうん。その時に出港からしばらく船の甲板でこう島の景色を眺めていたわけですよ。で、その時に話しかけてきた男性がいるんですけど、あ、ナンパされたんですね。ナンパ？ちょっとわかんないけど、うん、で、その人、石垣島出身の人だったんですよね。でもね、とっても口が悪くて、うんうん、ただ話していると愛情がある口の悪さで、うん、気持ちは優しい人だったんですね。あー、なんとなくわかります。いますね、そういう人ね。ですよね。うん、で、うんうん、結局、石垣島に滞在中2週間ぐらいだったかな、はい、毎日一緒に海に行ってたってことを思い出しました。うん、それ、付き合ったわけではなくて？付き合ってないよ。たった2週間だから。でも毎日一緒に遊んでって。で、楽しかった。口は悪いのよ。あ、楽しかった、楽しかった。うん、でも、口は悪いわけ。で、船で出会った時の第一印象がすごくあって、一斉がさ、こう、ちょこちょこって私の方に近づいてきて、一人で沖縄に何しに来た？みたいに言うわけね。まさか失恋の昇進旅行とかカッコつけてんじゃないの？なんて言うわけですよ。その初対面でそういうこと言います？ね、ちょっと失礼だよね。ねえ、びっくりですよ、それ、ね。ただ単に沖縄に遊びに行っただけなのさ。とはいえ、楽しい人だったので、よかったですっていう話です。ああ、よかったですね。ね、まあね、見た目もね、結構タイプだったんですよね。あら。そうなんですか。そうなんですよ。なので、サザンの歌って、海を歌った曲結構多いじゃないですか。そうですよね。ね、うんうん。その曲、その曲でいろんな当時の彼を思い出すということがありますね。ああ、羨ましいな。あるんよ。あるでしょ、つぼみさんもそういうこと。じゃなくて。では、では次回はリスナーさんの海の恋の思い出をお待ちしています。あれ？ちょっと待って。リスナーさんに振りましたね。はい。もちろん、それ以外のコメントもお待ちしています。それから、私たちを応援してくれるスポンサーの方を大募集しています。ぜひ、ラジオカーゴへホームページへご連絡ください。過去のトークはラジオ川越公式 YouTube に載っています。はい、なんか振られてスッキリしない私ですけど、携帯アプリではテレビに表示されている番組名のつぼみとさとみの今夜もつやつや、こちらをタップしていただくと Twitter に飛ぶことができます。そしてそのままレディモーにコメントを書いていただくこともできます。暑い日が続いていますし、コロナ感染者が急激に増えています。どなた様もご自愛ください。この番組のお相手は、元アラフォーアイドルのつぼみと、時々笑い子奏者、さとみでした。この後も引き続き、ラジオ川越をお楽しみください。